ルナ・マッチノは、株式会社、純の部長、チーフ・プロデューサー・浅月慎次郎を中心に、J&R のメンズ版として1987年に、スタートした1990年代に存在した、ファッションブランド。浅月をイタリア語で表記した、ルナ・マッチノがブランド名称の由来。中世ヨーロッパ風な装飾的なデザインをしたいと、 しながら、独自のアイデンティティを感じさせる作りとなっており、原色のスーツや鮮やかなプリントシャツ、ドレープやフリルを活かしたフェミニンなデザイン、金色やダイヤストーン使いのアクセサリー等、バブルケーキを象徴するデザインも多く、ドメスティックファッションにおける都会的な中に感じられる、非日情勢、劇的な雰囲気と融合しながら、独自の世界観を持っていた。文化人、演劇界。 音楽業界においてもその人気は高く、加賀武氏、平ひら次郎、天見う、あシオン、ユー、朝地咲、ジャニーズ系、クライズラーカンパニー、コメコメクラブ、TM ネットワーク、ビーズ、ザールフィーや、あとに、ビジュアル系と称される音楽ジャンルでは、X、ルナシー、グレー、バクチク、デランジェ、G、キル、ジャスティナスティー、黒夢た多数。海外では、 マドンナ、プリンスなど幅広い層から人気を博しており、東京コレクションにも参加していた。1990年代、ジュリアナ東京等のディスコブームの頃ルーナ・マッチノを着用したカリスマダンサー、ルナ・メデューサタからのルナ軍団が話題となっていた。1993年頃から女性販売員の制服をベースにしたレディスサイズも販売が始まった。しかし、 ディスコからクラブという社会のカジュアルファッション化とともに、ディスコブームの人気に、陰りが見え始めた。社会的な要請の変化に、いち早く気がついた朝月は、ルーナ・マッチノの持つ中世ヨーロッパ風のスタイルという、男らしさにプラスしたスポーティな香りへの移植を、試みる。この流れの中で、ジョー・マッケナとのコラボレーションには、ファッションの現代化にかかる躍動を垣間見ることができた。 現代のファンタジーとその中に潜む身体的な動きを出したファッションは人々に新しい価値を提供した。浅月慎次郎の純の退社、株式会社浅月デザインエンターテインメント設立により終止符を打った。ほか、ほか、ありがとうございます。